どうもご視聴ありがとうございます。8ビットチャンネルのビーアンです。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回は私のステップワゴン、戦車していくんですけれども、冬の積雪汚れがかなり落ち着いてきましたので、ボディの簡易コーティングのリセットも兼ねまして、仕上げの方をですね、神風コレクションさんの新作オーバーコートセラミックをルーフに、それ以外はワックス仕上げの方をしていこうと思いますといったところで洗車スタート。今回使用した洗車用品は概要欄にリンクを貼っていますので、詳細はそちらのリンクをチェックしてみてください。まずは足回りの洗浄ですね。ガレージセラピーのホイールシャンプーを使用していきます。一番最初に高圧洗浄機を使いまして、ホイールについたブレーキダスト、それから泥汚れ、積雪のエンカル汚れを落としていきます。神風コレクションさんのアイアンクリーナーをホイール全体に噴霧してから、反応を待つ間、タイヤハウスですね。こちらを、イージーディテールブラシの5を使って洗っていきます。使っているシャンプーはガレージセラピーのホイールシャンプーです。タイヤハウスの洗浄が終わりましたら、ホイール全体に IK フォームプロを使ってシャンプーを泡にして吹きかけていきます。鉄粉除去剤を閉じ込めるイメージですね。で、リブの内側から洗っていくんですけれども、ブラシの方は神風コレクションさんのホイールブラシなんですけれども、これは旧作の方ですね。これ毛束がかなり柔らかい、毛質が柔らかいタイプのホイールシャンプーで、跳ね返りも少ないんですよね。傷もつきにくいんじゃないかなと思います。で、細かいところですね、ミットとか、スポンジなどが届かない細かいところは、ディテーリングブラシを使って、かき出しの方をしていきます。シャカ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 とかき出していきますね。細かいところを重点的にやっていきます。で、こういったナットのところもね、汚れが蓄積しやすいところになりますので、まめに、このようにね、ディテーリングブラシがあれば、清掃できると思いますね。で、ミットを使って、リムの裏側ですね。こちらを洗っていきます。僕は、5本指タイプの方がね、結構、気に入って使っておりますけれども、ミニミットとかでも、何でもいいと思うんですけれどね、そういうので洗っていただければいいと思います。はい。で、タイヤの方もね、同様に、ガレージセラピーのホイールシャンプーで。で、使ってるブラシはバイカンの、ハンドルブラシになるんですけれども、これが腰があるのに毛が柔らかめでね、非常にタイヤに傷がつきにくいんじゃないかなというふうな、ブラシになっております。洗い終わったら一旦流しまして、で、シャンプーとか、ケミカルの残りがないようにしっかり流してから、神風コレクションさんの、トリートメントですね。スプレーしながら、高圧で吹き飛ばす、吹きかけるタイプの、そうすると、簡易のコーティングがかかるといったものになっています。で、簡単に使えますので、ホイールとか、複雑な形状の部分は、こういったウェットコート系の方が僕は便利だなと思って重宝していますね。で、タイヤホイールが洗い終わりましたら、水滴飛ばして、拭き取りの方を行います。この後ボディの洗浄に入りますんで、その時に水滴とかシャンプーがかからないようにタイヤカバーはかけておきますね。で、かなり積雪とか、かなりエンカリ汚れとかが溜まっている状況で、簡易コーティングが、やられてるなという状況でしたので、プレウォッシュ洗剤ですね。こちらはアンサーのエニーというプレウォッシュ洗剤をかけていっておりますけれども、IK マルチを使って、で、このように下回りを中心に先に汚れを浮かすイメージですね。スプレーしておきます。で、高圧洗浄機でその後にボディ全体の砂汚れとか、大まかな汚れをですね、先に落としていっておきます。で、まあ撥水の方はね、残っている箇所、それから残っていない箇所っていうのがバラバラになっている状態だったので、もうね、落としていこうと思いましてね。ここ分かりやすいようですね。上は弾いてたけど、下があんま弾いてなかったっていうところですね。サイド面ですね。で、スノーフォームかけていくんですけれども、これはガレージセラピーの、スノーフォームですね。
弱アルカリ性のものになっております。でかなりやっぱりあの冬の汚れが蓄積してて、で洗車がね3週間ぐらいできていなかったという状況だったので、かなりね蓄積の方をしてしまってたんで、もう、コーティング、簡易コーティングごと全て落としてしまおうと。で今回はねルーフの方をですね、夏に、LM グラフェンスプレープロを施工してたんですけれども、で耐久がまあ6ヶ月から1年ということで、やっぱりちょっと撥水も落ちてきて、で積雪があったんでね、かなり汚れも目立ってた状態になったので、ここも、リセットをかけてしまうという感じでやっていきます。でスノーフォームの泡が落ちていく間に細部洗浄ですね、ミットやスポンジの入らない細かな箇所、ドアハンドル、エンブレム周り、それから給油口のところですね、そういった部分、隙間関係をディテーリングブラシ、柔らかめのものを使って落としていきます。でスノーフォームの泡を流すときは泡を滞留させる意味合いと、それから流し忘れがないようにということで、下から上へ向かって流していきます。で手洗いシャンプーはこちらはちょっと初登場、多分ね日本の YouTube でも初登場になると思うんですけど、ピュアレストっていうスウェーデンのメーカーさんの中性シャンプーですね、こちらを使っていこうと思います。ちょっと僕のあの知り合いの車屋さん、クラフトさんが販売を始めるということで、ちょっと先にお試しで使わせてもらいました。で泡立ちもいいし泡切れもいいし、このきめ細やかな感じですね、それから少量でもこれぐらい泡立つコスパですね、かなりいいんじゃないかなと思いますし、で香りはね、ただすごいいい香りかというと、なんて言うんでしょう、なんか男シトラスみたいなちょっと床屋さん風味の香りがしますね。好きな人はすっごい好きだと思います、これ。なんか、ダンディーっていうか、もうなんか、男って感じの香りです。で、鉄粉除去剤を先に噴霧してるんですけれども、鉄粉除去剤、塩カル汚れに結構効果的なんですよね。で、下回り結構ついてましたんで、で、この後鉄粉除去するのもめんどくさいなって思ったと、僕の車は割と頻繁に洗ってるんで、鉄粉ががっつりついてることはないなというふうなイメージで、まあ、除去剤かけて、で、この後、スノーフォームでさらに、これもピュアレストの、中性シャンプーなんですけども、これ20倍ぐらいで噴霧しておりますけど、かなりいい感じの泡感だと思いますけど。手洗いしながら鉄粉を落としていくっていうイメージですね。エンカルと一緒に鉄粉を落としていくというイメージです。鉄粉ががっつりついている車だったら、一回洗い終わった後、拭き取りをして、乾式鉄粉除去剤をかけて、鉄粉除去をすると。クロスで回収とか、鉄粉取りパッド、粘土を使うとかいう、アクションが必要になるんですけれども、頻繁に洗車をされる方であれば、鉄粉がついているケースっていうのは、ただ少ないですけれど、ただ線路とか、鉄工所とか近くにある方はね、鉄粉かなりつくと思いますので、割とね、鉄粉除去剤の、使用頻度っていうのは高くなるかなと思うんですけど、私はまあ、今回はまあ、エンカルがついてたっていうのと、まあ、ボディの簡易コーティングのリセットをするということで、まあ、吹きかけて、こう流す。手洗いしながら流すっていうぐらいのイメージで使っています。まあ、この状況でだいぶ落ちてきましたねっていう感じですけれどね。一回すすぎの方を行ったら、ディテールアーティストの大判タオルを使って大まかな水滴の拭き取りですね、行っていきます。このディテールアーティストのドライングクロスはですね、すぐね吸水性がバシッといきますし、吸水力もかなり高めだなと思ってるんで、面をザーッと拭き上げるにはめちゃめちゃ早いですね。で、毛も結構、濃密な感じなので、傷もつきにくいのかなと思います。で、水垢除去ですね、軽く行っていくんですけれども、これ使っているのは、神風コレクションの、ウォータースポットリムーバーというものなんですけれど、私の車は、頻繁に洗車する機会が多いので、あまり強い酸性クリーナーっていうのはめったに使わないですね。ほとんど使わないです。本当にさーっとやるって感じで、固く絞ったクロスに液剤をつけて、さーっと塗布して、反応を少し待ってから、また固く絞ったクロスで拭き取りをする。で、その後、乾いたクロスで仕上げるっていう方法もいいんですけど、そのままもう水で流しちゃうっていうね、
手もあるし、洗車しちゃうっていう手もありますんで、ただ、溶剤が残らないように注意の方はしていかないといけないですね。まあ普段の手洗い洗車ではここまではしなくていいのかなと思うんですけれども、やっぱりあのコーティングのやり直しであるとか、ワックスのやり直しをするという時、それからまあ水垢が目立ってきたなっていう時なんかは、まあ、酸性クリーナー1本あるといいのかなと思います。あまり強くいい溶剤じゃなくてもいいと思いますね。弱めの溶剤で、まめにやるっていうのもいいと思いますし、溜まってきたら強い溶剤を使うっていう、そういう使い分けをしていくっていうのも大事だなと思います。ボディがね、完全に水垢の方も落ちたので、スーッと綺麗に水が流れていくのが分かるのかなと思うんですけれども、で、これはながら洗車の脱脂シャンプーですね、脱脂洗浄っていうのを行っていきます。スノーメンブラックにですね、30倍ぐらいで希釈したながら洗車の脱脂シャンプーを泡で吹きかけておいて、でこれはですね、ミットに取らずに、そのままミットはもう水でびしゃびしゃに濡らした状態で泡を切りながら洗っていくっていうイメージでやっていきます。そうするとバケツ何個も用意しなくていいんで、こういったあの電動フォームを使いながら、バケツ、すすぎ用のバケツだけであとはやっていくと、びしゃびしゃに濡らしながら、ミットとかスポンジとかびしゃびしゃに濡らして、泡を切っていくイメージで、これは脱脂洗浄なんですけれども、やっていくっていうのも一つの手かなと思いますね。それから、泡噴霧した状態でさらに泡ってなると結構すすぎが面倒になってくるんで、さっきの中性シャンプーの時は、やったんですけれども、で、スピードを、高めるためにも、こういったことも必要かなと思います。水の引きがめちゃめちゃ綺麗に速くなったのがわかるのかなと思いますね。で、酸性クリーナー使って、ケミカルオフ洗車ですね。まあ、鉄粉除去剤も使ったので、行った後に、一旦ね、しっかりと流してから、拭き取りの方で行っていきます。はい。で、ここから先は、水を使わないので、細部の水滴をブロワーで吹き飛ばして、水気を今回はね、最初はオーマンタオルでザーッと拭いたんですけれど、今回は細部まできっちりと水滴を飛ばしてから、ここから、乾式施工で行くものたちですね。油分除去剤とかを使っていくんですけど。で、オーバーコートセラミック、こちらをルーフの方に施工していきます。これはですね、神風コレクションさんの新作なんですけれど、6ヶ月から1年耐久で、まあ、ほぼ、カチッと固まっちゃう硬化コーティングみたいな感じです。で、これがね、施工性が非常に楽です。ものすごく楽。で、硬化コーティングを、するみたいに、ザーッと塗布して、まあ、スプレー式なんですけれど、僕使ってるアプリケーターとかクロスに、シュッシュッシュッと最初多めにスプレーして、塗り広げといて、で、塗り広げを行ったらですね、なんか泡がふつふつしてくる感じっていうのが見て取れるんですよね。塗った箇所が、スーッと細くなっていって、てんてんてんって丸いのが出てくる。それが拭き取りのタイミングですね。体感でだいたい15秒、長くて30秒ぐらいじゃないですかね。待つ。15秒ぐらいでも十分かな。ふーっと細くなってくるんで。そうするともう拭き取りのタイミングですね。粗拭きをして仕上げ拭きをする。で、すいません。ルーフのリセット載ってなかったんですけれど、動画の載せてなかったんですけれど、ちょっと高いんで撮るのが、カメラがね動いてなかったんで、ですけれど、ルーフの方は、OC メンテナンスクリーナーですね、スケール除去ですね、酸性クリーナーでスケール除去を行った後に OC メンテナンスクリーナーをかけて、その後脱脂の方を脱脂洗浄ね、行っております。で、面倒なルーフは先に終わらせてしまおうということで、今ルーフの方をやっておるんですけれども、これちょっと分かりやすいと思いますね。塗布した箇所、画面の一番手前のところですね、溶剤がスーッと細くなっていくのがギリギリ映ってんじゃないかなっていうふうに見えるんですけれど、どうでしょうか。ちょっと分からないですかね。ただ塗布した瞬間よりかは細くちょっと泡がプツプツってなってるのが見えたかなと思います。で、ルーフなんですけれどね、やっぱハイルーフ車っていうのは結構手入れが面倒なんですよね。
洗車はするんだけれども、あのコーティングを何回もかけ直したりするのが面倒だっていう場合とかは、僕はまあ、あの夏には LM グランヘルスプレープロの方を塗布したんですけれど、今回は、オーバーコートセラミックで、やっております。はい。で、その他のボディ面ワックス仕上げをしていきます。で、油分除去、傷埋め、それから軽い水垢の除去ができる、さらにコーティング効果も少しあるという神風コレクションさんのアメージンググレースですね。こちらを使って下地処理をしていきます。使い方はね、こちらも簡単ですよ。僕はアプリケーター施工をやってますけれど、マイクロファイバークロスとかでも施工できますね。適量を取って塗り込みを行っていきます。で、塗り込んで、ある型塗り込んだら、僕の場合は、固く絞ったマイクロファイバーアプリケーターを一回ひっくり返して粗拭きして、で乾いたマイクロファイバークロスで仕上げの方をするというやり方でやっています。で、本来であれば研磨ですね、研磨の方とかを、してコーティングをやり直すっていうのがいいんですけど、まあ、頻繁に洗車をされたりコーティングの入れ替えをされる方っていうのは、こういった下地処理クリーナーですね、で塗膜を必要以上に削ることなく傷を少しずつ埋めながら、その後に、コーティングをすると、下地が綺麗になってる、まあ、お化粧でいうファンデーション、ファンデーションですね、ベースとなる、ベースとなる素材を作るためにファンデーション、下地作りっていうのが、そのイメージですね。こういった、微粒子クリーナー、微粒子下地クリーナー、あるいは油分除去クリーナーといった部分ですと、まあ、それに神風コレクションさんの分はちょっと特化してるって感じですよね。で、タイヤのツヤ出し先にやっちゃいます。で、先にタイヤのツヤ出しやる意味っていうのは、タイヤワックスとかって乾かさないといけないじゃないですか、塗布した後に。うん。で、車を使う予定があるんだったら、先にもう、やっちゃって乾いてから走り出すように、飛び散らないようにするっていうのが大事ですね。はい、それではワックスの施工をやっていくんですけれども、神風コレクションさんと HBS のコラボワックス、兄弟っていうね、ワックスです。これ使っていきます。まあ限定品なのでちょっと再販するかどうかはわかりませんけれど。で、香りがね、すごくいいです。なんか、エスプレッソコーヒーの中に甘い香りが入っている。うん。上質な、なんだろう、エスプレッソラテみたいな感じの香りですね。で、僕はこの、ハンドポケット型のマイクロファイバーアプリケーターよくね、ワックスの塗布の時に使うんですけども、別に全然これじゃなくてもいいですよ。普通にスポンジとかで、ね、もういいと思いますし、うん。ただの、マイクロファイバーアプリケーターとかでもいいと思いますし、あるいは手塗り。やりたいやり方でやると。自分に合ったやりたいやり方っていうのがあると思いますので、ワックスの塗布は。僕はね、スポンジ落としたり、アプリケーター落としたりするのが非常に多いんで、このハンドポケット型をね、よく使いますけれど。ただちょっと、指の圧がかかりやすいので、結構ね、力全然入れずに、さーっとやっていくって感じですね。いい香り。で、結構ね、薄塗りで施工していってますね。スッ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 って感じで。まあ、車がでかいんで、もう、しっかり塗り込もうと思うとね、非常に時間がかかるっていうのもあるから大変なんですよね。割とスッ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 塗っちゃいますね。はい。で、施工性の高さっていうのもね、売りでね、結構、しっかりと乾かして、で、車1台バーッと、一周回ってから、まあ、ガチャ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 ちょっと片付けと、とかをして、で結構バッチリし乾かしたんですよ、今回ね。うん、どうなるかなと思って。40分ぐらい乾かしたと思うんですけれど。うん。それでも全然楽に拭き取りの方ができましたね。で、粗拭きと仕上げ拭き用のクロスを用意して、
き取りの方をね行っていきますけれど、全然楽に拭き取れましたね、うん。結構長時間放置すると拭き取れなくなっちゃうワックスとかもあるんですけど、このワックスはそんなことなかったんですけれど、ただねそれはワックスによって異なりますんで、それから施工環境によっても異なってくるので気をつけてください。でワックス拭き取れなくなったとかガチッと固まっちゃって拭き取りにくいってなった時は、まあ精製水を吹きかけたり固く絞ったクロスを使ったりして、拭き取り、あるいはクイックディテイラーなんかをね使いながら拭き取りしていくのもいいのかなというふうに思います。はい、全体の施工が終わりましたので、まずはね撥水の方を見ていっていただきたいと思います。これルーフですね。施工した2日後ぐらいに雨が降ってきましたので、これがオーバーコートセラミック。オーバーコートセラミックは初期効果が12時間、完全効果72時間必要です。で初期効果まではまあ水濡れ禁止ということなんですけど、まあ、12時間ぐらいだったらなんとかなるな、まあ、1年耐久の効果コーティングで12時間のだったらなんとかなるかなと思ってねやってみました。しっかりバチバチにね弾いてますし、ツヤ感もね非常にですね、ルーフなのでちょっと分かりにくかったかなと思うんですけれど、でこちらが、アメージンググレースが終わった後に、強大ワックスを施工した状態ですね。めちゃんこ弾いてますすごい。まあ、神風コレクションさんは結構撥水っていうのがね、超撥水っていうのが代名詞みたいになってますけど、まあ、一部風神であったり、疎水とか弾かないものもあるんですけど、大体にしてオーバーコート関係とかワックス関係っていうのは非常に弾きの強い、水弾きの強いものが多いですね、神風コレクションさんの商品。まあ、ツヤ感ももちろん素晴らしいんですけれどね、といった感じでね、仕上がりの方を見ていっていただきたいと思いますけど、でこのワックスの仕上がりが何て言うんでしょう、いろいろ特徴あると思うんですけど、濡れ感や反射リフレクションの中に奥行きっていうのが出るなという印象を受けましたね、うん。このリアのところ非常に分かりやすいのかなと思うんですけれど、はい、そんな感じでちょっとぐるっと一周していきますけれど、リフレクションの中に反射があるっていうね、なんともすごいなっていう印象を受けましたね。はい、といった感じでね、今回の動画以上ね、やっていきましたけれども、まあこれは施工したのが2月の上旬ぐらいだったんですけど、もうさすがに積雪も落ち着いたらどうですということでリセット洗車かけていきました。はい、かなりいい仕上がりになったんじゃないかなというふうに思います。はい、といったところで今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。